木です。それでは親父さん、お水さん、夜桜さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今回やっていく企画は原神キャラ人気ランキングトップ10を当てろ、こちらをやっていきましょう。おー、ランキングトップ10か。こちら僕がツイッターの方で個人的に募集したあなたの好きなキャラを一人選ぶならというアンケートを募集してきたので、こちらのトップ10をクイズ形式で皆さんに当てていただこうかなと。おー、なるほど。世論調査、結構キャラいますよね。84体です。そんなんだ、めちゃくちゃいるんだな。で、一応今回のアンケートではプレイヤブルキャラのみに絞ってアンケートを募集してきました。なのでナインスレイブなどまだ実装されてないキャラクターは今回のアンケートには入っていません。で、クイズの形式としては3人同時に回答していただき、そのキャラクターの順位分のポイントを獲得という形で進めていきたいと思います。またあくまでうちのツイッターで募集した内容なので、まあ、多少チャンネル的な特色の偏りはもしかしたらあるかもしれません。まあ、投票数としては今回7000票以上入ってるので、十分じゃない、かなりの母数にはなってるんじゃないかなと思います。はい、それでは早速1回目の回答からいきましょう。どうしよっかな、まあ、一旦パイモン答えといたら、お水さん一旦パイモン答えといたらプレイヤブルーだのさっきのルールのところで言うと、シンプル一旦0点一旦絶妙って言うとあれだけど、うん、ちょっと攻めたいよな。確実にトップ10に入ってるキャラを攻めすぎるとポイント少ないし、そういやそうだよな。でね、逆にそれこそ10位とかがもう最初に他の人が答えて埋まっちゃったらあれなんですもんね、うん、逆転のチャンスも出てきますからね。最初攻めるべき、わかんないよ結局。私はあっちでいきますね。じゃああっちあっちかそんな感じで、あっち行くなら、じゃあ俺ちょっとこっちから行くわあっちとこっちよりそっちの方がいいんじゃない。いや俺こっちだけどな。ううでも、はい、それでは皆さん回答の方お願いします。せーの、ミーロー、フリーナ、リオセスリ。おー、分かれましたね。まあ入ってそう、このキャラも入ってそう。上すぎたかな。フリーナはね多分相当上なんじゃないかな。めっちゃ上にいそう、うん確実にポイントをもらっておく、うん、それではまずフリーナトップ10に入ってます。入ってますよね。まあまあまあ、入ってない困るよ、まあまあまあ、まあまあまあ、そしてフリーナ順位が第1位です。おこれ逆にまずいんじゃない、1ポイントしかもらえないの。まあでもね、まあ、ここからどうなるか分かんないですから。うん、まあ、確実にそうなんだ。俺らゼロの可能性あるからな、うん、確かにね、ゼロよりは違う方がいいな。 それ間違いない。投票率としては 6.5% ですね。おお、はい、それではお次ニーロトップ10に入ってません。マジ？おかしいだろ、ニーロ入ってないの絶妙だと思ったんだけどな。順位が第12位です。うわめっちゃくちゃ。いや12点ちょうだい、12点ちょうだい12点ずるいずるい。おやるさん投票しないからニーロでいやちょっとごめん、その1票で変わってたかもしれないよでも近かった、狙いはいいってことだな。いや惜しかったね。いやでも確かに、いやむずいなこれ、うん、むずいな。ニーロで12か。それでは最後リオセスリトップ10に入ってます。マスト、いいね、いいところに勝利寄せすり、ね、絶妙。どうだ、そして順位の方が第7位です。おー、わーめちゃくちゃいい、いい位置、7ポイントはでかいですよ。めちゃくちゃいいんじゃない好きな人多いと思うんすよ。俺も大好きなんですけど、リオセスリ後で言おうと思ったけど入ってるよな。まあ、女性人気と男性人気ともに高いイメージがあるので、うん、あとはちょっとやっぱ女性キャラめっちゃ人気そうだったから、うんうん、なんかめちゃくちゃ男でバカ人気なキャラいなかったっけと思って、おそう探してそしたら10位に近いかなって。まあ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 、その読みが正しいかどうかちょっと僕の方からのわかんないですね。それではお次2回目の回答お願いします。まあでも今のでなんとなくラインは分かったな、うん、やっぱあれかな、フォンテーヌキャラが高いのかな。やっぱ直近ですしね。うん、最近のキャラだと印象も強そう。何も言えないのが非常に悔しいですね確かに答え知ってるもんね。ちょっとここはさすがに点数取りに行きたいな。まあフォンテーヌの流れ来てるし、一旦グザビエとかでいいんじゃない、うん、ああ。なんかすごい主催者がルール無視してくるな誰だろうな。1回7ポイント取ったし、アンパイ狙いに行ってもいいな。おいやマジそのムーブ強い。いやそうだよね、うん、ちょっととか言って別に、でもこれ8、9、10取られたら一発ですからね、まくらりですからね、なんとも言えないところだな。ニーロ12位でだいぶ自信なくしたかも。そうだね、いや俺もちょっとね、うん、このキャラ入ってんのかな不安になるわ、うん、それでは皆さん回答の方お願いします。せーの、ライデン将軍、カウム、リシア。将軍は入ってそう、カウムも入ってそうだな。ではまず小江寺さんのライデン将軍からいきましょう。はい、ライデン将軍トップ10に入って
ます。よしよしよし、まあさすがにね、ちょっとまたゼロ点はあれなんでね。そして順位の方が第9位です。待って、3位とか2位じゃないの、マジで9位なの、雷電将軍。かなり僅差ではあるんですけどね、雷電将軍で9位ですね、2位3あたりかと思った、いやなんか鼻からボタ持ちっていうか、なんか予想してない順位だったわ本当に。それではお次、夜桜さんの関羽ですね、はい、関羽はトップ10に入ってません、マジか、関羽入ってないんだ、入ってないんだ。順位の方が16位ですね。なんかもうその辺僅差なんだろうな、パーセントで言うと、確かになんかめっちゃ僅差そう。カウが 2.2%、 雷電将軍が 2.7% ですね。あと安牌行くべきだったかもしれない。いやもうね、安牌だと思ったキャラも全然そのラインの可能性あるんだよ確かに確かに、いやでも特にねフォンテーヌに入ってよりむずいよね、うん、やっぱりでもそれこそフォンテキャラが上にいるのか、将軍とかが9ってことは多分そうだろうな、うん、稲妻の時にこれやったら絶対将軍1位だろうし、まあそれでは最後、お水さんのディシア、トップ10に入ってませんらせんか、いやーなのか、ディシアキャラ人気は高そうだったんだけどな、ここに推し書くの怖いっすねまあでも余裕がある時に推し行くのはありだよね、うん、全然俺は同担拒否なんでね、ありがたいもんだよ、うん、全然ありがたい、ね、俺のもんすからね、ディシアは俺だけだけていく、あのディシア推しの人結構いますからね全然敵作ってよ今の危ない危ない、入ってなかったかディシア、ちょっと信じてみたんだけどな、ディシアをキャラクター80人いますからね、これも逆になんか上位を狙っていって枠を削っていく戦法もありかもしれない確かに確実に入ってるところからね、うんうん、これだって雷電将軍普通に2位3位だと思ってやった結果9位だったから、全然上位に入ってそうなキャラバンバン言うのありかもしれない、うん、多分今の感じだと10位とか8位とか狙っても当たらん、多分その辺狙おうとしても、うん、それでは皆さん回答の方お願いします、せーの、勝利、プータオ、勝利、かぶってる、かぶってる、ここでかぶるダブル勝利、回答をかぶってトップ10に入ってた場合は、まあ、両方ともにポイントが入るという形で、はい、逆転できないよ入ってたらですけどね、入ってたらってね、まあ、確かに、あ、そっか、でも俺そういうことか、今リードしてるから、ヨザやお水さんの答えそうなやつ考えてやれば、うん、おのずと全部かぶらせれば勝てる全部かぶらせれば常にリードだなんて陰湿なことしてくるんだろういやでも勝利は、まあ、入ってるでしょう、さすがに、うん、それでは勝利はトップ10に入ってません、マジで、おかしい、マジかよ、嘘でしょ、順位の方が第11位です、11位、うわマジです、おかしいって、キャラ人気めっちゃ高いイメージなんだけどな、ちょっと今からトップ11まで入れよ確かに確かに、勝利がいないのまずいって、今からでも遅くないってしばらく復刻も来てなかったしね、まあそっか、さすがに勝利は入ってると思ってた、でもねトップ10のメンツ見るとね全然納得はできるんだよね、いやでも分かった、もう俺もこの後分かった、もう俺もこの後分かったそれではお次、夜桜さんのフータオですね、はい、フータオはこれは確実にトップ10に入ってますですよね、うわどうしよう、そして順位の方が第6位です、おお、まあ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 、でも実際やっぱキャラの実装タイミング的なところで考えたら6位めっちゃ高い気がする、昔からのやっぱ人気キャラ、うん、まああと純粋ね、うちのチャンネルなんで、あ、そっか、なぎさんフータ推しだから、うん、それ読みもやった、そっか、フータ好きな人多いのか、わ、これあれだ、なぎさんが好きなキャラとしたら多分入ってるかもしんねえなあ、フリーナもね、あの入ってるし、うん、じゃあもう次あのキャラだ、お水さんと同じ考えだったわ今めっちゃ同じキャラ考えてる気がするぶっちゃけマジで関係ないと思う言うてツイッターの募集だから人気高いっすね、ずっとさすがですね、キャラも声も全部が可愛いんだから、うん、もうちょっと第6位になったり、あと1時間ぐらい話しとく、いや、いや、まあ、行きましょう、次に、あ、大丈夫か、ね、うん、あ、そうか、そうか、では4回目でもちょっと待って、俺おじさんと同じだとまずいのかあ、まあまあまあ、確かにね、それでは皆さん回答の方お願いします、せーの、ナヒーダ、カルタリア、アルレッキーノ、おー、あ、ナヒーダは絶対いるわ、だってさっきねバージョン1の神様の勝利が11位 で、うん、でバージョン2の雷電将軍が9位なら、うん、まあ、ナヒーダはねバージョン3の神様だから入ってるでしょ、確かに読みが深い、最全然まずはナヒーダからトップ10に入って
ませんそうなんでませんもう読み外れたわマジでえ、マジなひが入ってないの順位が第18位ですねおえぇもう何そのランキングわかんないなひが入ってないのマジみんな好きだけど一番ではないのかなあいやそれはあるかもななひのことバカにしました今怖いなこのどうどうどう炎上させようとしてくんなこのなんかゲームマスター怖い怖いこの動画立ち回りめちゃくちゃ難しいかもしれないちっちゃい火種で火事起こそうとしてまあ冗談はさておきそれではお次桜さんタルタリア、はい、トップ10に入ってます、はいいや入ってるよな。いやでもいいラインだと思うタルタリア。タルタリア順位が第3位です。おお高っ。3位なの？高っ。わあ。3位は意外だわ。まあおそらく圧倒的な女性票。うん。まあ確かに。昔からの根強い人気キャラですからね。なんかリオセスリー勝利がちょうど絶妙なところにいたんで、その周りにいるかなって思ったんですけど。ありそうありそう。3位か強。勝率 4.8% でしたね。まあ好きな人めっちゃ見る。ですもんね、まあちょくちょくタルタルストーリーにも絡んでるから、うんうん、そこでね、うんうん、好きな人も多そうだなさすがですということでお次お水さんアルレッキーの召使いですねはい召使いはトップ10に入ってませんマジで順位の方が第14位ですうわー、もう高いなんかわかんないなこれもうじゃあもうこのランキング無理いやこれもう無理だわからんこうなったらもうなぎさんのチャンネルだからな印象強いかなって思ったんだけどななんかねちょっとうちのチャンネル印象強いですからね召使いなぜか何でかわかんないですけど、ね、印象強いですからね印象は強いですからね、うん、マイナス方面、うん、あそれかもしかしてなぎさんチャンネルだからのデバフかかってますもしかしてこれあ俺の爆死のせいかもしかしてえでもめっちゃ意外だなそうなんだどのキャラもねやっぱ魅力的すぎて、うん、誰がトップ10入っててもおかしくないんだよ、うん、まあそうだよな初手7ポイントだった俺ビリー今びっくりまあ結構余裕散らかしてましたからねあれおかしいなバージョン 2. いくつぐらいの時に似たような企画やったんですけど、まあ、その時ね、うん、ここまで悩まなかった、うん、あまあまあ入ってるよねとか、うん、あまあ大体そこら辺だよねみたいなの大体分かったんだけどここまでキャラの数が多くてどのキャラも魅力的だとマジで分からんと思うアンケート入れる方もさ選べないだろうな何か1人ってなるとね1人はむずい、うん、それでは皆さん回答の方お願いしますせーのルビレットそう放浪者おおみんな攻めてるなメンズだメンズだメンズです、ね、放浪者いそう放浪者マジで好きな人多そうめちゃくちゃ濃いファンいそう、うん、それではまずはヌビレットからヌビレットトップ10に入ってませんマジかそうなんだないんだヌビも入ってないんだヌビの方が第19位ですわその辺全部接戦ですねいや本当にみんなね、うん、マジでいいところはついてるんだよなさっきから、うん、ギリギリそれではお次夜桜さんのショーですね、はい、ショーはトップ10に入ってますおーよかったーすげー順位の方が第2位ですうえあすごい2位か2位です賞2位なんだ投票率 5.2% フリーナの次ってことですよね5そうですね、すごいね、 そうだね男性キャラで1位ですヨザさん1位2位3位当てた1位2位3位当てたねおやっぱ上からねこう埋めていくスタイルでうわ埋めていくスタイル強やらせていただいてます堅実にねすごいな、うん、すげえさあそしてお水さんの放浪者トップ10に入ってますおよしが入ってるならねよし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 、うん、順位の方が第4位ですおお4位高っそうショタが人気な可能性出てきました出てきた234メンズえじゃあ俺がさっきセスリの時に言ったやつあれってカットでお願いしますあれ女性キャラめっちゃ人気そうだったからめちゃくちゃ男でバカ人気だキャラいなかったっけと思って男性多分あんまいないからとかあれ全部カットでお願いしますあれいや結果見えてるから俺あの時あなんか言ってんなって思いながら見てたおーよくないって答え知ってるぞねあということで 1,2,3,4 位が埋まりましたまずい1問しか当ててねでもみんな接戦こう見るともうだって上位ないですからねそっか当たったらだいぶポイントもらえてる、まあ、ここからは大事ですよ特に残りの順位が5位8位10位ですむずいむずいうわなるほどね昔から人気が根強いキャラに行くのか、まあ、フォンテーヌの印象の強いキャラに行くのかうん。なんかこうやって見るとそんなに国関係ないようにも見えてきたなないですねそれでは皆さん回答の方お願いしますせーのアルハイゼンアルハイゼンクレイおーアルハイゼンで被るのか当たってるとまずいここまでの傾向を見て多分いる、うん、そうだねそれではまずはアルハイゼントップ10に入って
てます。よしよかった。もう一問しか当てれてねえとなるところだった。そして順位の方が第5位です。5位なんだ。すげえ。あれもうこの後むずいぞこれ。めっちゃむずい。もう8と10すもんね。やば。さあお次お水さんのクレイトップ10に入ってません。マジか。なるほどな。そうなんだけどな。むずいですね。もうこれ8位順位やった人勝ちよ。思い当たる人が5人ぐらいいる。めちゃくちゃ。そっから絞るの大変。本当にそう。はい、それでは皆さん回答の方お願いします。せーの。美里彩香、カーベ、アブハ。おお。いやフリーナにその女性キャラのね、うん、人気が集まったとはいえ彩香もいるんじゃないの。もう根強い人気。何の頼むなんだそれは。ハズレのってこと。違う意味の頼むって言ってました。今私は推しなんで。そっかそっか。それではまずは神里彩香からトップ10に入ってます。おーおー、きたー。そうだよな。順位の方が第10位です。おやこれ買ったんじゃない俺。ちょっと待って、すごい。ここで10ポイント。え、これ当ててないと負け。俺当てても負け。いやまだわかんない、まだわかんない。わかんない。確変が起こるかも。確変。何かが起こるかもしれない。何の確変それ。何かが起こるかもしれない。何かがね、いやもしかしたらなぎさんが何か用意してるかもしれない。それではお次お水さんのカズハ得点に入ってません。じゃあもうカズハ入ってないんだ。じゃあもう無理だ。順位の方が13位です。うわあ、でめっちゃ人気だな。あと8位ですね。カーベありそう。カーベありそうじゃない？あれ再生入ってるならカーベあるんじゃない？いやそうそうなんだよ。めっちゃありそう。カーベトップ10に入ってません。いやーない。誰か。ってなると誰なんだ？ラスト1キャラです。ちょっと待って、わかんないって。終わんのかな？全然関係ないんですけど、はいはいはい、彩香ちゃん推しなのに信じてあげられなかったことは結構メンタルきてます。唐突に俺が答えちゃってごめん。いや私がずっと答えないで信じてあげられなかったのが悪いんです。怖い、このランキングに押し出すの。ちょっと勇気いるよね。当てたら勝ちですから。桜さんは お水さんはちょっと分かんないですけど。あ、分かんない。それでは皆さんラスト回答の方お願いします。せーの。ナビア、ココミ、八重美子。なんとこの中にトップ10のキャラいます。おーいやー誰どれも全然ナビアココミミコ八重美子。第8位のキャラクター八重美子です。おー八重美子。でもポイントは、ポイントでもとか言わないで。でも今喜んでます。めちゃめちゃ喜んでんだから俺。あれでも泣きそうになってるから俺今。おみずさんおめでとう。いやすごいよ、すごいわ。いややっぱり最後決めるのはおみずさんだ。最後決めるのはおみずさんですね。いやそうなんだよな。というわけで優勝おみずさんです。はい、やったー。おめでとうすぎる。最後あったのに俺。おかしいな、スタートダッシュも完璧だったし最後も完璧だったのに。ね、確かに途中が本当にグニャングニャになってたんだから。グニャングニャとか言わないで。惜しかったんですけどね。いやー、むずかった。このランキング系クイズ史上最もむずかったかも。なんか基本的に入ってそうだなって思うキャラがとごとくなんか13とか15とかギリ10位以内入ってないみたいな。まあ、アンケート今回ね7000票近くいただいたんですが、まあ、あくまでもうちのツイッターで個人的に取ったものっていうのと、まあ、7000票でもこのキャラ数からするとやっぱどうしても少ないところではありますので、まあ、あくまでエンタメ企画の一つとして捉えていただけると幸いです。まあ、ぜひ皆さん推しキャラについてもコメントでなるべく長文で愛を込めて書いていただけると。愛を込めてね。はい。というわけで今回あなたの好きなキャラはというアンケートで、トップ10を皆さんに当てていただきました。どうでしたか。いや本当にことごとく予想が外れて、でもそれが面白かった。彩香ちゃんを信じてあげられなくてちょっともう悔しい限りです。すごい悔やんでる。本当に悔やんでるな。いや結構俺のね好きなお姉さん図があんまり入ってなかったんで、まあ、お姉さんは俺のもんってことで お願いしますよ。いいな、俺の推しは俺のもんだと。間違いない。そうなりますわ。かかってきなさいコメント欄。というわけで今回遊びに来ていただいたおみじさん、夜桜さん、おやじさんのチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、そちらからぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。